テレビ朝日ホールディングス。テレビ朝日株式会社テレビ朝日は、テレビ朝日ホールディングスの連結主会社であり、関東広域圏を放送対象地域として、テレビジョン放送事業を行う、特定地上機関放送事業者。略称はテレ朝リモコンキー ID は5。スカパー。をプラットフォームとして、 テレ朝チャンネルの二つのチャンネルの放送を行う衛星一般放送事業者でもある。2014年4月1日、株式会社テレビ朝日は、株式会社テレビ朝日ホールディングスへ、称号変更、同時に地上波テレビジョン放送免許を含む現業すべてを2013年10月15日に設立した完全子会社テレビ朝日分割準備株式会社に承継し、 株式会社テレビ朝日に、称号変更、放送持ち株会社体制に移行した。本校では2014年3月31日までの旧会社と2014年4月1日以降の現行会社について述べる。識別信号である j、o、x d t v から取った EX を、現在の社名になった2003年10月1日から使用。日本教育テレビ時代は、 英文医者名の日本エデュケーショナルテレビジョン CO、リミテッドから、ネット。全国朝日放送時代は、朝日ナショナルブロードキャスティング CO、リミテッドから ANB であった。当初は、オール、朝日ブロードキャスティング CO、リミテッドからアブの予定で、略称としても用いる予定だったが、すでに商標登録されていたことや、単一社の名称に、 オールをつけるのに疑問があったことから ANB に落ち着いた。アブは、その後、秋田朝日放送の英字略称として使われている。アンというニュース系列のキー局であり、司法局各社とネットワークを結んでいる。また、系列局がない地方の報道取材は、各主要系列局が分担しており、テレビ朝日は、山梨県、富山県、鳥取県、島根県東部、 沖を担当している。富山県は、北陸朝日放送と共同。甲府、富山、鳥取、米子、松江に支局がある。なお、米子支局は、鳥取県、島根県東部、沖の東括支局に位置づけられており、米子支局から分離独立した鳥取、松江の西局は、米子支局の参加の支局として扱われている。また、島根県西部は、 広島ホームテレビ、徳島県と高知県は朝日放送テレビが、佐賀県は、九州朝日放送がそれぞれ取材エリアとして担当しており、福井県、宮崎県のクロスネット局と合わせて全国をカバーしている。案のリモコンキー ID 地図詳細な車歴は別行を、参照2003年秋の六本木ヒルズへの移転時から使われている。現在のロゴは、イギリスのデザイナー集団。 トマトとテレビ朝日の社内デザイナーの制作による動画版ではロゴに含まれるブロックが音に反応して CG によりランダムに切り替わる CM 分けなどに3秒間画面の右上に表示される他放送開始終了時にも見ることができる2003年秋の本社移転と同時に開始した2004年9月からは生放送番組の エンドクレジットの際にもランダムな動きをするようになった。番宣ポスターや関東ローカル向けなどではロゴの横にデジタル 5CH と描かれた半円形のロゴが併記されている。それ以前は赤と緑を用いた10マーク、ネットテレビ時代は普通の銃と車体のネットテレビロゴを使っていた。開局時に本社選定にあたって以下の候補地が存在した。 などがあった。その中から交通の利便性が良いこと将来的な土地の拡張が可能であること通信系統や電力が容易に得られること建設がしやすいことなどを条件に検討を重ね六本家の投影敷地が選定された。テレビ朝日の地上デジタル放送では音声を常時サンプリング周波数 48kHz の高音質ステレオ音声信号で創出しており 編成上すべての番組が、ステレオ放送となっている。これは、アンケーレツ局を含む、他の民放テレビ局の大半でもモノラル二重音声、5.1サラウンドを行わない限り常時、ステレオ音声信号で創出している。音声多重放送や文字多重放送のマークでは、ひよこのデザインが使われている。アナログ放送では通常、デジタル放送でしか表示されていない5.1。 サラウンドとデータ放送マークも表示されている。受信機表示アイコンは在京機局で唯一チャンネル番号によってロゴの色が異なっている。2005年公開のハリウッド映画宇宙戦争でウクライナの大停電を現地から伝えるテレビ中継車の壁に TB 朝日テレビ朝日の文字が見える。2008年5月5日には 地上デジタルテレビ放送でのテレビ朝日のリモコンキー ID5 日並みテレビ朝日の人題してヤジウマプラスからワイドスクランブルまでの4番組とスーパー J チャンネルの計5番組でそれぞれクイズを出題正解者の中から各番組1名の計5名に50インチ相当の地上デジタル放送対応テレビをプレゼントする企画が行われた 2008年9月からはデジタル放送普及とデジタル放送でのテレビ朝日のチャンネルの周知を目的として様々な番組で地デジに関する情報が放送されている。またアニメや映画等とのコラボレーションで制作された PR スポットではアナログ銃ちゃんと表現する際に全国朝日放送時代の旧ロゴで銃を使用している。 地上デジタル放送の EPG では、字幕放送を実施している番組については、本来のジャンルに加え、副祉番組のジャンルも追加されている。このためチューナーによっては、副祉番組のジャンルを選択した場合、これらの番組も表示されることとなる。一方で、オックスフォード大学のロイタージャーナリズム研究所のデジタルレポート2019の集計表、 ブランドトラストスコアーズによれば、報道に対する信頼度が、日本の主要テレビの中で最下位であった。現在の送信書である、東京スカイツリー2011年7月24日、終了時点2004年から2008年頃は、アナログ10ちゃん、締めじわ5ちゃんと移行広告がなされた。関東広域圏と隣接し、かつ系列局がない山梨県の CATV、 事業者に限り、デジタル放送移行後も、期限を定めず区域外再送信を認めている。山梨県の CATV、協調設備加入率は9割を超えているため、山梨県も事実上の市長エリアとなっている。長野県、静岡県の各一部地域の CATV 事業者は、各県に系列局はあるものの激変緩和措置として、区域外再放送を、 アナログ放送終了後3年間を限度として実施していた。緩和措置の期間満了後は個別協議により次の通り、継続実施した。ネットテレビのロゴ日本教育テレビ時代の本社や、テレビ朝日の旧ロゴ、六本木センターテレビ朝日の SNG 中継者1984年に、アメリカの CNN と、提携1985年には、プライムタイムに、 大型ニュース番組、ニュースステーションを開始した。現在も、報道ステーションと、スーパー J チャンネルに代表されるニュース番組や、朝まで、生テレビ、などの討論番組、ビート、たけしの TV タックルや、池上明のニュースそうだったのか、といった、時事問題を扱ったバラエティ番組の制作を、得意としている。また、深夜のバラエティ番組枠、ネオバラエティや、 金曜ナイトドラマなど、それまで不毛だった時間帯の開拓にも積極的な姿勢を見せている。かつてのネットテレビ時代に学校放送を制作、放送していた名残で、案とは別に財団法人民間放送教育協会を主催しており、加盟局の持ち回り制作で教育番組を放映している。また、開学初期の放送大学にも授業番組の 制作に携わっている。在京キー局では2010年代以降、自社系の有料動画配信サービスを次々と開設したが、テレビ朝日ではこれに加えて、インターネット事業者のサイバーエージェントと共同出資し、原則無料のインターネットテレビ局、アベマ TV を開設した。配信番組にはテレビ朝日制作番組の続編やスピンオフ企画のほか 一部のオリジナル番組が地上波深夜枠で放送されることがある。2017年以降は地上波の一部のドラマ作品でテレビ朝日と共同制作を行っている。芸能事務所ではかつては石原プロモーションとの結びつきが非常に強かった。これは西部警察制作の際テレビ朝日から 広告代理店を介さずに直接契約するという異例の条件を提示されたことがきっかけで、これ以降石原プロ制作番組は原則、テレビ朝日での放映となった。また、同プロダクションの創始者である石原裕二郎の追悼式典や、2000年8月に開催された21世紀の石原裕二郎を探すオーディション。 一億人の心をつかむ男の講演や生中継も行っていた。その他には、ホリープロとオスカープロモーション所属のタレントの起用が多く、両プロダクションがそれぞれ開催する新人発掘オーディション、ホリープロタレントスカウトキャラバンと全日本国民的美少女コンテストを講演し、その模様も特番で放映している。 また、オスカーについては所属タレントが MC を担当するバラエティ番組を制作、放送している。ネットテレビ時代の1964年にワイドーショーの先駆けとなるモーニングショーがスタート。1980年代後半にスタートした報道、情報番組の中には放送20年を超える長寿番組となったものも多い。1985年、 22時代としては、初の大型ニュース番組、ニュースステーションが開始、夜のニュース戦争の火付け役となり、TBS などもこれに追随した。1987年には、深夜の討論番組、朝まで、生テレビ。が、1989年には、サンデープロジェクトと報道ドキュメンタリー、ザ・スクープが放送開始した。サッカー中継に力を入れており、 アジアサッカー連盟主催の AFC チャンピオンズリーグは2007年から2012年まで BS 朝日とテレ朝チャンネルで中継していた。日本代表が優勝した2011年の AFC アジアカップも地上派で独占制中継した。2014年には4年に一度の開催に変更されて初めてとなる AFC 女子アジアカップを独占制中継した。 FIFA ワールドカップ本大会、グループステージにおける日本代表の試合放映権を2002年の日韓大会から2014年のブラジル大会まで4大会続けて獲得するなど強運にも恵まれている。サッカーについては、情報番組、やべっち FC、日本サッカー応援宣言も制作していた。プロ野球では、ラジオ局、文化放送との関係から、 テレビ朝日とつながりの深い埼玉西部ライオンズの試合を中継することが多い。2000年代後半以降の全国ネット中継は、レギュラー番組及びた競技の国際大会の中継を優先する編成方針から、ナイターはオールスターゲーム、日本シリーズ、侍ジャパン戦、デーゲームは阪神対巨人戦に限られている。その一方で、 2012年から2015年までは CS 放送における埼玉西武ライオンズ主催全試合の放送権を獲得しテレビ朝日の直営となった朝日ニュースターにて全試合中継を行い2006年より始まった国別対抗戦であるワールドベースボールクラシックの中継も TBS テレビと共に行っているまた高校生年代による国際大会である WBSCU-18 ワールドカップは、地上波独占中継を行っている。また、夏の高校野球開催時は、熱湯甲子園を1981年から朝日、放送テレビと共同制作しており、キャスターやアナウンサー、解説者を派遣するなど、協力体制を敷いている。大会の中継については2000年代以降、 開会式と決勝戦の放送を続けていたが、2015年以降は NHKBS 朝日での放送と重複することに、加えて、レギュラー番組を優先する編成方針から、決勝戦の中継を取りやめ、テレビ朝日での放送は、開会式のみに限られている。格闘技では2020年現在、在京キー局では唯一プロレス中継を行っており、 1970年代初頭には、全日本女子プロレスの中継も行ったこともあった。その一方で、1990年代からブームとなった、K、K1 や総合格闘技は一度も中継しておらず、立ち技格闘技に関してはボクシングを除けば、キックボクシングを全世紀に1年だけ放送したのと、空手同団体、極真会館が開催した。 一撃を一度中継したのみである。ボクシングでは、1959年から、ゴールデンボクシングというタイトルで放映を開始、以後、エキサイトボクシングというタイトルで2003年まで定期、中継枠を編成していた。日本国内では、米倉、渡辺ボクシングジムの試合を中心に放送していた。かつては、海外でのタイトルマッチの衛星中継も、 積極的に行っており、モハメド・アリが二度目の世界ヘビー級王者に在位していた1974年から1978年には、アリの防衛戦を海外から生中継で放映していたが、2020年、現在はボクシング中継を編成していない。在京技局の中では、モータースポーツ中継に積極的に取り組んでおり、 著名なものでは1982年から2003年までルマン24時間レースの中継を実施2000年にはチーム協との共同でテレビ朝日チーム流名義で参戦も果たした2000年代後半以降は世界ラリー選手権情報や結果速報などを同局のスポーツ番組で放送しているまた六本木ヒルズで毎年行われている テレ朝夏祭りでも WRC に関連したアトラクションが設営されている。かつてはフォーミュラ E の中継にも取り組んでいたが、2016年シーズンを最後に中継はしておらず、事実上撤退となった。ネットテレビ時代には大井競馬場から実況中継を行っていた。1972年には東京坂月の冠スポンサーとなり、 ネットサカズキとして開催したこともあった。上述以外の競技では、フィギュアスケートの ISU グランプリシリーズ、水泳の世界水泳とパンパシフィック水泳選手権、ゴルフの全米オープンと、全英オープン、体操の世界体操選手権を中継している。珍しいところでは1986年から1989年に、おはよう。 ゲートボールというゲートボール番組を放送していたことがある。1990年代後半から2000年代初期はゴールデンプライムタイムのバラエティ番組が非常に少なく、特に1997年度上半期は火曜19時枠のうっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャーこれができたら100万円。と、木曜19時枠の超次元タイムボンバーの2番組だけであった。 1993年23時代に深夜のバラエティ番組枠、ネオバラエティを新設した。当初の放送時間は30分だったが、好調な視聴率を受け徐々に放送時間を拡大、他局でも23時代にバラエティ枠を新設するなど、大きな影響を与えた。本、枠では、マツコアリヨシカリソメ天国や、アメトーーク、など、現在も続く。 人気番組を多数生み出し、ゴールデンプライムタイムへの昇格も積極的に行っている。一方ゴールデン進出は成功例もある一方、深夜時代のカラーを改めたり打ち切りに至るケースも少なくないため、視聴者が求めるニーズとの乖離を指摘されていた。このため時間帯を深夜に戻した上で復活、深夜版と並行してゴールデン版を放送。 あるいはゴールデンプライムタイムへの昇格を前提とした番組制作を行うなど柔軟な姿勢も見られ、中にはテレビ朝日の手から離れて番組を存続させたものもある。2000年代後半から2010年代前半にかけてはいきなり黄金伝説。もしものシミュレーションバラエティを試しかお願い。ランキングなど番組挙げての企業情報番組が多数。 制作されていた。これに関連して、黄金伝説の企画、〇〇のメニューを全部食べ尽くす男や、お試しかの、帰れまてんなどといった、感触系の企画、コーナーが多く見受けられるようになった。ただ、好調な視聴率の一方、視聴者からは、食べ物を無駄にしている、無理をして食べる必要があるのかなどの批判的な声も少なくなかった。 音楽番組は1986年からミュージックステーションを開始。現在ではゴールデンプライムタイムで放送される数少ない常設の音楽番組であり、アーティストにとっては本番組の出演を目標とするグループも多い。また、クラシック番組で1966年から題名のない音楽会を東京12チャンネルからの遺憾で放送開始。 こちらは放送中のテレビ朝日の番組では最長寿であり世界最長寿のクラシック番組としてギネス世界記録に認定されている。略歴にもあるように東映の関連会社として設立されたため現在テレビ局で唯一東映制作専門の放送枠を設けている。東映制作以外では木曜21時代にドラマ枠を設けている。2000年代までは 生命が続いていたが、2010年代以降は、ドクター X、下界、大門道子、緊急取調べ室など、人気作品を輩出している。この枠は、オスカープロモーション所属タレントが主演を務めている、ことが多い。2000年、23時代に、金曜ナイトドラマ枠を新設。後に、テレビ、東京や、読売テレビ、 MBS テレビなどの深夜ドラマに参入し、この流れに追随した。ここから、トリック、特命係長、ただのひとし、時効警察、火星夫の三田園などのヒット作や、話題作も生まれている。中でも前者二つは、続編が21時代の木曜ドラマ枠に移り、映画化もされるなど人気を博した。刑事ドラマの制作に、積極的で、水曜21時は、 刑事ドラマ専門である。以前は時代劇枠だった木曜20時の木曜ミステリーでは、現在も東映京都撮影所で撮影をしており、京都府警を舞台にした作品が多い。京都迷宮案内やお宮さん、仮想剣の女、遺留捜査などはいずれもシリーズ化され、視聴者からは京都枠の愛称で親しまれている。かつては時代劇の制作にも、 積極的で、演算の金さん暴れん坊将軍といった、長寿化したシリーズや超年展開賞後に放映を開始した朝日放送と松竹の制作による必殺シリーズも人気を博した。また、土曜映画劇場の後、番組として放送された、土曜ワイド劇場は2時間ドラマの先駆け的な番組となり、その後、日曜ワイド、日曜プライムなど、 放送枠の変更、縮小をしつつも新作が放送されている。また、ドラマの再放送にも、積極的で、平日及び土曜日の14から16時台に、再放送を実施している。2015年3月からは、早朝4時に、時代劇専門の再放送枠、おはよう。時代劇を開始。通常天気予報やニュースを放送する、時間帯で異例の編成となったが、 視聴率2%と好調を博している。2017年4月3日から、月曜引く金曜12時30分から12時50分枠にて、シルバー向け新体ドラマ枠、帯ドラマ劇場を開始した。これにより、民放での帯ドラマが、東海テレビ制作昼の帯ドラマ終了後1年ぶりに、復活させたが、2020年3月で廃枠となった。 特撮東映制作の特撮ドラマも要しており、現在は日曜朝に放送のスーパー戦隊シリーズと仮面ライダーシリーズはスーパーヒーロータイムの愛称が付けられており、日本で唯一特撮番組を継続して制作しているテレビ局である。仮面ライダーシリーズについては、かつて昭和時代の作品もネット受けしていたが、 毎日放送が制作していたために1975年4月の超年展開賞により TBS 系列に移動。スーパー戦隊シリーズはその後悪として立ち上げられた。メタルヒーローシリーズ終了後の2000年からはそれまで仮面ライダーシリーズを制作、放送していた毎日放送に代わって制作を担当することになった。以降はシリーズ作品のか。 仮面ライダー VS スーパー戦隊や過去にテレビ朝日が制作した特撮作品を登場させるクロスオーバー作品も不定期に制作している。なお、スーパーヒーロータイムはテレビ朝日のドラマ作品では唯一連動データ放送を実施している。開局間もない1960年にはネットテレビ開局を記念した子供番組として人形劇映画 ベニスの商人が放送された。当時は生放送で人形劇が放送されていた時代であったが、この番組は人形劇をフィルム撮影し、その上にアニメーション撮影の場面を加えた初の人形劇映画作品となった。教育局であった1963年にスタートした狼少年剣でテレビアニメに初参入。その後、 1966年にスタートした魔法使いサリーをはじめとした魔女っ子シリーズが人気を博す。総合曲となってからも一休さんやキャンディキャンディなどヒット作品を続々輩出した。これら歴代の作品の多くはテレビ朝日の関連会社でもある東映アニメーション制作によるものが大半を占めている。超年天時代の 純キー局であった毎日放送とネットを組んでいた時代は、おそ松くんやエースを狙え、といった作品が同局からのネットで放送され、いずれも大ヒットした。後に TBS 系列で人気番組になった漫画日本昔話は超年展解消前の最後の3ヶ月のみ放送されていた。1980年代には前年にスタートした。 ドラえもんを筆頭に怪物くんや忍者ハットリくんなど新映動画制作による藤子藤代作品がアニメの中心となり1985年には藤子藤代アイドと銘打った一時間のアニメコンプレックスゾーンも設けていた1987年10月のニュースシャトルの開始により廃枠となるが変わってはって 平日の18時50分19時20分枠をアニメで統一させ、視聴習慣に対応した。なお、新鋭動画については2010年に完全子会社としている。1990年代には、現在も放送中の、クレインンんちゃんや、美少女戦士、セーラームーン、スラムダンクなど人気を博した作品がスタートするものの、2004年9月には、 これらの作品を放送していた土曜夜7時台から撤退した。2009年10月には火曜夜7時台に久々となるゴールデンタイムのアニメ枠を新設するも定着せず、2011年4月期に日曜朝6時30分枠と統合させる形で撤退。残る金曜夜7時台の2番組についても2019年10月期より土曜夕方へと移動し、 ゴールデンタイムのアニメ枠は消滅することとなった。深夜アニメについては、かつてた系列と同等に放送していたが2007年4月の改編にて深夜アニメ枠を一旦廃止。以降は、散発的な放送に止まり、在半、在名系列局の朝日放送、目からテレで制作、放送されている深夜アニメ作品の逆ネット実績も、ないなど、 積極的な取り組みは行われていなかったが、2020年4月期より、沼に町音の名称でテレビ朝日では、初となる深夜アニメレーベルが新設された。2020年10月からは同枠が、関東ローカルから、全国ネットに、昇格、さらに朝日放送テレビからの全国ネット枠、アニメージングを新設し、連続1時間の深夜アニメ枠となった。この 新海誠監督作品の地上波放映権を獲得しており、対策はプライム隊それ以外の作品は深夜に放送することがある。現在は特になし。幕張メッセの設計でも知られる、プリツカー賞建築家、牧文彦の設計、試行は竹中工務店。スタジオは全部で12カ所ある。HD、SD 切り替え方式。BS。 朝日向けの放送を含めて生放送番組はすべてハイビジョン制作である。本社にある汎用スタジオは3つである。在京キー局では一般的な数であるが、スタジオの床面積はあまり広くないことや回数が低いことから、旧本社のアーク放送センターと相互保管をしながら運用している。なお、第3、第4、第5スタジオよびニュースルームは、 同一フロアに存在しており、共通の美術倉庫、アレンジメントスペースにつながっている。報道を中心に、情報系番組はほぼ全てがこれらのスタジオ群で制作されている。主に、報道ステーション、スーパー J チャンネル、グッド、モーニングで使用する第四スタジオとニュースルームのサブは、どちらも報道専用として設計されており、相互、統合運用を可能としている。 EX ケヤキサカスタジオ2013年11月には、六本木ヒルズとは、首都高速3号渋谷線を挟んで斜め向かいに位置する西麻布1丁目に、本社機能の一部や子会社のオフィスを集約した17階建ての高層ビル、EX タワーと多目的ホール、EX シアター六本木から構成される複合施設、ゴーちゃん。スクエアが完成、開業した。 また、同じく、六本木ヒルズに隣接する、六本木五丁目の土地も取得し、将来同地で行われる再開発事業への参加にも、含みを持たせている。臨海副都心有明南エッジ区画に、多目的ホール、イベントエンターテインメントスペース、ドラマ収録などに対応した、スタジオ、オフィスからなる複合施設を建設する。2024年12月開業予定。 原宿 BS、BSBS 朝日本社があった、BS コロンブスビル公開オープンスタジオ、ガレリアとテレビスタジオ3つがあり、BS 朝日向け番組制作の他に、テレビ朝日向け番組の収録や、当ビル内に主たる制作機能がある朝日ニュースター向け番組の制作も行われていた。建物は2000年8月に完成。全スタジオ HD 対応。 テレビ朝日とは光ファイバーによる専用回線で相互接続されており原宿にある BS 朝日のスタジオからテレビ朝日向けの HD 制放送も可能であり逆にテレビ朝日から BS 朝日への HD 制放送や地上波同時放送も可能であった他にも朝日ニュースターと JCTV の本社も入居していた 2013年11月11日に BS 朝日が本社を六本木ヒルズ森タワー16階に移転したほか JCTV ら関連会社も六本木のテレビ朝日保有施設に移転したさらに2014年2月にテレビ朝日が同ビルを戦勝者の田村ごまに売却したため完全に関係が切れている六本木センター六本木ヒルズ建設前までは こちらのスタジオを使用していた。また、アークモリビルに移転するまでは、本社を構えていた。なお、六本木原本社の建設計画に関連し、旧本社の閉鎖から原本社使用開始までの代替設備として、新宿区四谷一丁目に四谷放送センター、江東区審査一丁目に東洋町放送センターが、かつて存在した。また同様の自由から、 スタジオではないが、旧本社に残っていた、制作局などのデスクスペースとして、地下鉄神谷町駅資金の虎ノ門36森ビルを一棟貸し切り、テレビ朝日神谷町センターとして運用していた。は、HD 対応制作委員会への参加作品も含む。なお、2010年4月より、テレビ朝日制作の映画はワウワウが先行放送している。 1983年、1985年、1987年、1989年、1990年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、1997年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2 0 0 8年、2009年、2年、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  2010年2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、その他に、映画、ドラえもんシリーズと、クレヨンしんちゃんシリーズ。かつては、京都や神戸にも支局が設けられていた。また、東日本大震災被災地の長期的取材体制の、 現地拠点として、三陸臨時支局が開設された。取材エリアは通常は、岩手朝日テレビと東日本放送が担当する、岩手県から宮城県にかけての三陸海岸沿いを中心にしたエリアで、テレビ朝日を中心とした、安価名各局の共同運営という形で、設置された。2014年頃に廃止。 取材拠点テレビ朝日系列のない地域で起きたニュースを以下の支局でカバーしている。なお、同様に、系列局のない徳島、高知については、朝日放送が、佐賀については、九州朝日放送が支局を設けている。朝日放送や、静岡朝日テレビが設置する海外支局については、オール日本ニュースネットワークを参照のこと。系列放送局各社については、 オールニッポンニュースネットワーク及び民間放送教育協会を参照のこと、ありがとうございます。